め焼きフェスタ実行委員の岩本です。今回さつま焼きフェスタ第31回目になります。会場は鹿児島県民交流センター大ホール中ホールを使用して展示しております。今年は県内の27鎌本さんが勢ぞろいしまして、大ホールと中ホールを使って年に一度の発表、力作を揃えて展示即売発表しております。でここは中ホールなんですけど、中ホールの方はいろいろとイベントをしております。僕の後ろの方に今回のメインテーマの未来を担う子どもたちの楽しい食卓展で、これはですね鎌本さんが子どもたちに向けてそれぞれの釜の特色を生かして形だったり色だったり使い勝手を考えてそれぞれに展示しております。でその他にもチャリティーオークションでしたり、チャリティーオークションは鎌本さんから無料で一品提供していただき、3000円から落札というオークション形式でやっております。それから教員と学生展、鹿児島大学の先生と学生さんの作品を展示したりだとかしております。で今回開催も危ぶまれたんですけど、コロナの感染防止対策として会場入り口には検温と各所にアルコール消毒液の設置、それからブースに立つ僕たちもマスクとフェイスシールドをしっかり着用して換気を徹底して接客しております。ぜひ遊びにいらしてください。